秋はね、序盤9連続2着とね、非常にこう安定した戦いを見せていたんですが、今年に入ってからちょっと崩れたんですが、これは復活の兆しが見えたか。でもなんか登場してきた時の秋さんの表情、僕すごい良かったなと思ったんですよ。どういう感じでしたか？なんか全然落ち着いてて、ちょっとなんか微笑みに近いものがあった、はい、ほうですけど、なんか落ち着いてんなって思いました、はい、余裕がありそうな感じだった。余裕ありそうな感じしましたね。さあこの日を復活の日にできるか秋。さあトンの3曲、親は黒沢になっています。黒沢とてここは譲れないぞ。譲れない。もうなんかこれからライゼンの戦いは、はい、こういう接戦を全部譲れない戦いがずっと続く。厳しいですけど、それをくぐり抜けるしかないわけですよね。そうなんですよね。なので多分他のチームの選手もこういう競り合いになった時は2でいい構えを絶対してこないっていうライデンの戦略が分かるので、ああはいはいはい、あの押し引きにもちょっと変化が出てくるかもしれないですね。まあ、それは自分のチームにとって良かったり逆に悪かったりっていうのもありますよね。そうですね。だから怖いですよね。何にせよライデンの動きは周りのチームのキーポイントになると思います。ほうほうほう。いわゆるそれはまあ8トータル8位だからこそそうなり得てるっていうことなんですよね。そうです。だからライデンは結構厳しいように見えてるけど、この M リーグ全体を動かしてるチームですよね。 今この終盤になって M リーグはこのライデンを中心に回ることになるかもしれません。それこそね、トップ取ってほしいって思う他のチームにね、ライバルチームに、じゃあ今風林火山がフェニックスが風林火山にトップ取られるぐらいだったらライデンにトップ取ってほしいってなるかもしれないんで、うん、当然 ね。うわー、本一チートイツイシャンテですよ。メン本チートイドラドラですよ。これ今出たとしてもちょっと泣きにくいですね。どこも泣きにくいですか。ハクもリャンパワンの三度受けみたいな形ですからね。そうですね。今すぐテンパイシュッて入ってほしいと思いますよね。こういう手もらったら、これはちょっと強烈のトン一枚切れの闇点なんてもう誰も止まらないかもしれませんよ。いや、もうトン短期入ったら今リーチ打つ可能性もありますね。はい。さあリャンマをポンした小林です。手の中には赤灰が2枚、ウーピンとウーソーです。ここは目一杯に構えていきます。両面とカンちゃん、まあ両面といっても肩上がりだが、スーソーが3枚持たれてるんですね。ここにこれトン危ない、トン危ない、危ないですね。トン危ない。1枚切れ、ね、G1 すぐ引くことはまああるな。でも G1 2枚いんのか、危なすぎる。アキさんは3ピン切るかシャーキって目一杯にするか。3ピンは E ピンが4枚切れてるんで3ピン切りにくいんですね。はいはいはい。両ピンは世の現物、うん、ああ先に安牌は確保、全体の安牌を優先しましたね。うん。魚谷3番のポンはなし、イーシャンテン難所安牌、トン打つか。いやマンズ打つもあると思いますよ黒沢さん。あートンか、イーシャンテンは取った。7番はこっちに来た、2枚切れです。うん、小林さんもねローワンは変化のために残してるんで、やっぱ当然肩上がりの数層には不満を抱えてるんでね、うんうんうん、あースワンクあるよ。たた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 たローピン数ピン1枚切れ、1枚ずつ切られている。いや3万もあるんじゃないですか。うん、いや来た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 、3万も1枚切れてますね。ドラはどこ行っちゃったんですかね。ドラは山の深くに入ってますね。うん、白2枚。ただねもうちょっと本当に岩も見送ってるんで、3万も見送ってるんで、魚谷さん泣くことは多分ないと思います。たとえ白が打たれることがあってももう泣きづらい、泣かないと思います。さあこれでピンズが両冠になります。イースソーが肩上がり、さあ黒沢両ピンは2枚切れてる。スワンコにはなりにくい、3枚だ。ただ冠3ピンが悪くないっていう感じですかこれは。うん、換算ピン悪くないけど、ただ換算ピンに興味はあんまりないような気がするんだよな。いやでも換算ピン引いたらつもりさんはこれリーチ打つから、換算ピンも大事だがここは突っ切っていく。むむ、うん、これもう一回白のポンの可能性出ましたか、うん、あ、ありますねこれ、はい、G1 切らなかったってことはね、2枚切れの、これはメンツで復活狙ってるってことですよね、はい、さあ秋がこれでシャンポン両面イシャンテン、これはもうシンプルにポンしてテンパイ取っていきそうですかね。うん、ポンテン取りやすいですねこれは。はい、なんだ、あーリャムパワーのイーシャンテになった。
さあこれはもうメンツテでいくでしょう。まあもちろんチートイス先輩が押せれば問題なし。いやこれハクアン怒ったらすごいことになりますよ。メンホン、イーペーコ、ドラス、ハク、ドラさん、赤、ゴブさん、ハク引いたらどうするかなこれ。あ、テンパった。これでもハク数層が1枚1枚います。ある。打つ人が魚谷さんだけです。あー来た。関数マン、関数マン、ニヤマ、ニヤマだ。え、ニヤマ、ええ、これでも3アンコのみですよね。キューピンもいますよね。でもええあの日のスタン、キューピン1枚ある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 、キューピン1枚ある。ただこれスッタ変化した時に魚谷さんに報酬の可能性がある。ある。それも魚谷さんにウーワンが危ない可能性あるですよね。ある。ハクだ。やばい、ポンでこれリャンウパワンですよ。切りますね。あ、リャンウワンか。ウパワにもできるけど、いやこれは切るはず、うん、あ、ポンでウパワにしますね。これね、リャンウワンではなく、え、リャンマンポンされた。そしたら数万宝珠ですよ。そうですね、これ数万宝珠だ。になりますよ。これリャンマンポンされてるから数万ですよね。ほんと、これ数万上がりだ。これ数万で3万、ね、うわー、ドミ、あー違う、3数万、嘘だろ。あーすごいな、数万に山なんすよ。これ食い取って積もったらすっごいプレーっすよ。これすごいな。とんでもないプレーですよ、これ数万積もったら。ウーワン怖い。いった。いった。これクロスはウーワン積もったらアウトだ。あー、パワン、セーフ、セーフ、セーフ、パワンセーフ。行くしかない。くあ、怖すぎる。数層も1枚。あ、これ。なんで数万打たなかったんですか。小林ですか。小林さんですよね。小林さんに4が相当危ないって思ってるってことなんですかね。最後がローアン手出しだからか。いや違うな、チーピンだな。最後ローアン切ってチーピン、だからマンズのまたぎがあるって思ったってことですよね。そうすると秋のチーマン泣いてないんですよね。いや、あ、これシャンポン変化だ。あ、でもパワー今打たれた。でもリャンゾー切りだこれは。そうすると、あ、でも酸素が0、酸素倍1、パワー1は0だ。あ、1枚だ。やっぱ郷さんのに危ないって思った。で、町も別に3数万もそこまでだと思って、いやでも3万1枚入れだもんね。はい、いやでもこれ数万積もったら大変ですよ、本当に。2枚山、チーマン、これいけるのか。ウーアン通したんですね。あ、8万、パワーも取ってる。これフリテンですけど安全な方。数万は積もった。2600オール、積も3アンコ。ん、これはすごいね。まあ、2600オールなんですけど、これはすごいね。大谷さんも、魚谷のプレーがすごかったですね。すごい。いや、そして今あの日の数アンコ短期再びという感じではありましたが、このつも上がりで黒沢が再びトップに出る。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストをお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。